夏祭り対策部隊の隊長代理を務めることになったメンローパークです。特技は魔術とゾンビっぽい動き、チャームポイントは体の継ぎはぎです。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。いいよブランシュ、もっと踊れ、脱げ。やだ、お客さんの前で恥ずかしい。そんなキャラじゃないでしょ、あんた死んでよ。もういい、私が無理やりにでも脱がす。小生もお手伝いしますので。無垢なる乙女を恥ずかしめることも神から与えられた任務ですから。僕の声聞こえてますか？申し訳ありません。メンローパークさん、現在私たちは徹夜で酒場を巡っている最中なのです。現在のこのお店、私たち行きつけのカラオケ店兼酒場で合計で7軒目ですね。一つの酒場に入るたびに限界までお酒を飲んでいて、それが7軒分積み重なった状態です。つまり現在の私たちは酔っ払いすぎており、他人の話をまともに聞いて理解する能力を有していません。うばー、それは困ります。僕、皆さんに伝えなくちゃいけないことがあるのです。ふむ、それはどうしても伝えないといけないことでしょうか？どうしてもです。命とか世界の平和に関わる問題です。了解しました。では不祥カルタゴがあなたの助けになりましょう。というわけでブランシュさん、脱いでください。筋肉量を比べっこしましょう。私の故郷ではより筋肉が発達している人間こそが偉いという価値観がまかり通っていました。私の方がムキムキだった場合、ブランシュさんは私の言うことを聞く必要があるというわけです。わかりますね。マッスルマッスル。カルタゴちゃんもシラフに見えて完全に酔っ払ってる。やめて、くすぐったい。無理に脱がそうとしないで。あ、車掌さん、いたのですね。たまに気配がないですよね。バレンタイン対策部隊、存じてます。一昨年のバレンタインに起きた怪事件を解決するためにコロネーが結成した臨時の小部隊ですよね。構成メンバーはコロネーを筆頭にブランシュさん、パールデューさん、カルタゴさん、アンツィオさん。はい、ちょっと別件でトラブってまして。だからこそ僕がそんなコロネーの代理を務めなくちゃいけないのです。へえ、コロンビアちゃんに妹なんていたんだ。コロネーとか呼んでるんだね、かわいい。ねえ、あんたどうして浴衣なんか着てるの？まあ今はそういう夏祭りなどのシーズンですけども。そのようですね。とても愛らしいです。似合っています。ごめんなさい、僕アホなのでうまく経緯とかを説明できないのですが、今とある夏祭りの会場で前代未聞の事件が起きているのです。バレンタイン対策部隊改め夏祭り対策部隊の皆さんには僕と一緒にその事件を解決してほしいのです。はあ、事件って何？
私は国際刑事警察機関に勤める捜査官。事件と聞いたら黙ってられないけど。だから説明が難しいのですけど、いろいろ事情とか話す前に一つだけ確認させてくださいね。皆さんは僕以外のゾンビを見たことはありますか？はあ？ゾンビ？何それ、あんたも酔っ払ってるの？前代未聞の凶悪事件が発生してるって垂れ込みだったけどさ、見た感じ平和そのものだけどね。ガセネタだったのかな。ううん、事件は発生してるよ、間違いなく。パールデューちゃんの浴衣姿が可愛すぎる事件。キャーキャー、可愛い。浴衣はパールデューちゃんぐらい細っこい体の方が似合うよね。ねえねえ、私をお姉ちゃんって呼んでみて。ほらほら、ブランシュお姉ちゃんって。あんたまだ酔っ払ってるの？珍しく空気が読めてないよね。読めてるよ、空気は。それが私の取り柄だから。ほら、私たちが夏祭りの会場にいても目立たないようにってわざわざ全員の分の浴衣まで用意してあげたし、空気を読んで気配りしたんだよ。うん、それは助かる。浴衣なんか持ってなかったし。あんた相変わらず衣装持ちだよね。お店の舞台で使うからね。錦風の置物とか獣耳とかってまだまだ他の国の人には見慣れないからか好評なんだよ。あ、お客さんも着替えてきたね。意外と似合う、かっこいいよ。うん、お兄ちゃんが車掌の制服以外を着てるのって珍しいからかなり新鮮かも。もう、どうしてお客さんのことはお兄ちゃんって呼ぶのに私のことはブランシュお姉ちゃんって呼んでくれないの？あんたはお姉ちゃんじゃないから。まあそれはお兄ちゃんも同じだけど。ごめんね、お兄ちゃん。こんな風に呼ぶのが不愉快だったらもう二度と呼ばないから。うん、お兄ちゃんはいつも私を受け入れてくれるよね。ありがとう、本当に感謝してる。パールデューちゃんも酔いが残ってるよね。らしくないこと言っちゃってる。お待たせいたしました。こちらも準備万端ですので。ん？私の目が変になったのかな。あんたたち、なんでそんなトンチキな格好をしてるわけ？浴衣に着替えろって言ったはずだよね。いえ、お祭りにふさわしい衣装に着替えようという話でした。そして私の故郷ではお祭りの衣装といえばこんな感じです。だからそんな面白い衣装を着ちゃったんだ。深く考えすぎて逆にトンチンカンな結論を出しちゃうやつ。やっぱり普通に浴衣でよかったんじゃないですか。カルタゴ様の言うことを信じるんじゃありませんでしたけども。あゆーい、見ないで。恥ずかしい小生を見ないで。あんたたちは一旦別行動した方がいいかも。それか急いで着替えてきなよ、さすがに目立ちすぎる。お、捜査については真面目なことに定評のあるパールデューちゃんだ。当然でしょ、私は国際刑事警察機関の捜査官。そもそも会場はかなり広いみたいだしさ、手分けは必要だし。
まあまだ事件の概要すらわかんないから何とも言えないけど。本当にね、やばい事件だ。前代未聞の事件だって前評判だけは聞いてるけど、ほんと見た感じとことん平和な雰囲気なんだよね。この夏祭りの会場で一体何が起きてるっていうんだろう。皆さん着替えは済んだみたいですね。うわー、コロ姉たちの浴衣姿も素敵だったけど、対策部隊の皆さんもとってもお綺麗です。いやー、チラチラ覗くうなじがセクシー、かぶりつきたい。あー、よだれが。あんた目腐ってるの？それとも頭が変なの？え？僕は腐らないタイプのゾンビですけど、綺麗だなっていうのは僕の素直な感想です。ありがとう。綺麗なだけじゃなく頼りにもなるんだよ。だからお姉さんたちに事件について詳しい説明をしてくれるかな。ブランシュさ、自分をお姉ちゃんみたいに慕う子には塩対応なくせに、他の子にはお姉ちゃんぶろうとするの何なの？ブランシュ様とパッシー様は割と複雑なご関係らしいので。ええ、そちらに臆面もなく姉妹として接せられない分、他の方に姉として接することで心の隙間を埋めているのでしょう。わ、私の心理を分析するの禁止。ほら、私は何を考えてるのか分かんないのが売りのサイコパスガールだから。対策部隊の誰一人としてあなたをサイコパスだなんて思ってはいませんよ、ブランシュさん。うん、誰一人アンチを聖職者だと思ってないのと同様にね。流れ玉を食らいましたけども、小生は神聖派イリス教に属する正真正銘の聖職者ですので、疑うなら大司教様に聞いてみてください。そんな格好で言っても誰も信じてはくれませんよ。誰のせいだと？まあまあ、仲良さそうで羨ましいですけど、ひとまず一旦黙って僕の話を聞いてくださいね。うん、反省しないよ、そこのボケども。隊長代理がお怒りだよ。別に怒ってはいませんからね。無理して付き合っていただいてるわけですし、それだけでも感謝しないと。それよりも、ごめんなさい、僕口下手で。大丈夫だからゆっくり喋ってね。誰も怒らないからね。優しい。簡単にご説明しますと、この言い方で伝わるかはわかりませんけど、ぶっちゃけ事件はまだ発生していません。はあ？あんた事件が発生したって言って私たちをこんな場所まで連れてきたんでしょ？ほら、怒らないって言ったんだから怒らないの。ちゃんと話は最後まで聞こうよ。気が短いな。ややこしいし難しくて僕にはどうにも説明しづらいのですけど、事件はこれから発生するのです。前代未聞のゾンビパニックが。僕は諸事情あってそれを事前に知っているのです。未来を予知したということでしょうか？そういう解釈で今は構いません。タイムリープがどうとか説明しても今は混乱させちゃうだけでしょうし。タイムリープ？カルタゴ様、ものすごく真面目な顔で屋台のたい焼きをご覧になってますけども、多分関係ないと思いますので。うんと
その予知の角度はどのぐらい？単なる漠然とした勘みたいなものなら無駄足になる可能性もあって嫌なんだけどね。事件が起きないならその方がいいじゃん。それはそうだけどさ、私たち徹夜明けだから何も起きないならさっさと寝たいんだけど。事件が起きるにせよ起きないにせよ、せめて何かあるまでは仮眠を取っときたい。いえ、事件は確実に起きるのです。犯人を退治しない限りそれは 100% 確実です。そしてその事件がいつ起きるかは僕にもわからないのです。確実に事件が発生するタイミングは早まっている気がするのですが、最悪今日は何事もない可能性すらあるのです。でも事件が発生する可能性も当然あるので、できれば起きたまま捜査を手伝ってほしいのです。ひとまず今は平和そうだし、その間に交代で仮眠を取っとく？それがいいかもね。いざという時に眠くてろくに動けないみたいな状態だったら、犯人とやらを取り逃がすかもしれないし。っていうか、今更だけど事件を起こす犯人が誰かは分かってるんだ。はい、一応写真も撮ってあります。僕カメラが趣味で。あー、そっか、巻き戻っちゃったから写真も消えちゃってるのですね。巻き戻るって何？今んとこ何も分かんないな。ああ、大丈夫です。魔術で念写すれば。これって。うわ、何これ。まさにゾンビ映画みたいな感じなんだけど。はい、これが。これから発生する事件なのです。突如としてゾンビと化した人々が他の人々を襲い始める。そして楽しい夏祭りを台無しにしちゃうのです。そのゾンビって何なの？魔物？映画だと人間をゾンビ化させるウイルスとかが誤って流出したみたいなのが定番だけど。うわぁ、そのあたりはまだ何とも言えないのです。そういうウイルスとか、つまり生物兵器が原因っぽくはあるのですが、そのウイルスっぽい何かに感染すると人間はゾンビになるのです。僕と同じようなゾンビに、いわゆるフレッシュゾンビというのでしょうか。別に腐ったりはしないのですが、思考能力や人格のない生ける屍になるのです。そしてそんなゾンビは手当たり次第に周囲の人間を襲い始めます。ちなみにそんなゾンビに噛まれた人も当然ゾンビになります。最悪の場合、そうしてゾンビはネズミ山式にどんどん増殖を続けて、最終的に人類は滅びますね。それが事実ならまさに前代未聞の大事件だけどね。はい、だから何としてでも僕たちが事件を、犯人を止めなくちゃいけないのです。だからその犯人ってのは何者なわけ？ミストモンスター？それともレジスタンスとかゲーム教託の悪党ども？不明です。これにチラッと映ってるでしょ。確かになんか変なのがいるね。浴衣姿の、髪をザンバラに乱したいかにもな不審者が周囲にゲームを漂わせてるし、こいつがゲームの発生源っぽい。人間なのか魔物なのかは
この写真じゃよくわかんないけど。っていうか、あれ、なんでだろう。私、こいつに見覚えが。とうとう見つけましたよ、犯罪者！この凶悪犯メイン、可愛い罪で逮捕します！ひどすぎます。母さんのパワハラ上司、ちょっとした冗談だったのに全力で殴った。うるさいセクハラ、死んでよ。急に出てきて何なのあんた。何何、誰誰。ねえねえパールデューちゃん、このメガネの人は誰なの？なんかごちゃついてたから空気を読んで聞かなかったんだけど。妙に仲良さそうだよね。パールデューちゃんにも私たち以外のお友達がいたんだ。あ、パーさんのお友達の方ですか？ご挨拶が遅れました。自分は国際刑事警察機関イリスメトロ支部から派遣され、現在はパーさんの相棒として本部に配属されている捜査官のエトルタであります。よし、噛まずに言えた。前から思ってましたけど、国際刑事警察機関って長ったらしくて言いづらいですよ。略したい。国際、コックさんって呼びませんか？今後は職種が変わってるから。今自分で言ってたけど、これは私の部下の捜査官で、ちょっと前から特鉄隊の隊員にもなってる。あ、そうなんだね。特鉄隊員もやたらと増えてきたし、一緒に任務でもしないとなかなか顔見知りにもなれないよね。ちなみにブランシュは私と同期でそこそこ子さんの隊員だから、失礼がないようにね、エトルタ。はい、パーさんのお友達に失礼ぶっこくわけにはいきませんよね。どうぞどうぞ。ブランシュさん、こちらワイロです。わ、たこ焼きおごってくれるの？嬉しい。ワイロって私の目の前でお食を働くとはいい度胸だよね。もう言葉のあやっていうか冗談じゃないですか。休日返上で働いてるけなげな部下に対してなんて言い草ですか。働いてるってどういうこと？私聞いてないんだけど。そうなんですか？今日は珍しくパーさんがいないな、寂しいなとは思ってたんですけど。というか変ですね。今回の案件については近場にいた捜査官は総動員されて捜査に当たってるはずですけど。ああ、私何も聞いてないよ、本当に。ああ、まずったな。徹夜で飲み歩いてたせいで連絡を聞き逃したのかも。ダメだな、私近頃気抜きすぎ。大丈夫ですよパーさん、相棒の自分を横に並べればあら不思議。あっという間にパーさんが優秀な捜査官に見えてきますからね。ああ、ダメな相棒がいると助かっちゃうよ、本当にね。ダメな自覚があるなら真面目にやれば。ふざけてるの？まあまあ、何かメンローパークちゃんが言ってる事件のこともあるし、捜査官の人たちも動員されてるなら頼もしいじゃん。なんか同じ事件を追ってる可能性もあるし、情報の共有とかできたら助かるんじゃないかな。ん？皆さんも事件の捜査とかしてる感じなんですか？うん、なんか急にメンローパークちゃんって子に頼まれて。って、あの子どこ行っちゃったのかな？人混みではぐれちゃった？メンローパークならあそこにいるけど。はぁ、こら、
あんたなんで金魚すくいをしてるわけ？操作はどうしたの？ああ、すみません。お話の邪魔をしちゃダメだと思って。あと、できるだけ予定通りの行動をした方がいいかなって。えへへ、この時系列では、僕はコロネーたちと一緒に、ここで金魚すくいをしていたのですよ。コロネー、全然金魚が取れなくて、切れて意地になっちゃって、最終的に、金魚すくいの屋台ごと買い取ろうみたいに言い始めたりして。コロネってコロンビアちゃんのことだったよね。え、あの子が何って？ひとまず今は何も聞かずに僕の行動に付き合っていただけますか？同じような行動をすれば同じような展開になるはずで、それならループを繰り返してる僕が有利になるかも。よくわかんないけど、一緒に金魚すくいをすればいいの？はい、そうしていただけると助かります。その後もみんなであちこち巡って屋台飯とか食べましょう。それから花火を見物しつつ盆踊りをして。うばー、楽しかったな。あれが史実になればいいのに。ねえ、わけわかんないんだけど。自分だけで納得せずにもっといろいろ詳しく説明してもらえる？説明したいのは山々なのですけど、僕アホなので自分でもよくわかってなくて。そういう難しい説明とかが得意なお父さんに自分の意思で切り替えられるならよかったのですけど、お父さんずっとだんまりだし、肝心な時に役に立ちません。あんたのお父さんって言うと確か、あ、見て見て、パールデューちゃん、エドルタちゃん金魚すくいがすっごい上手。ひょいひょいひょい、申し訳ありません、屋台のおじさん。今宵金魚はすべて自分がいただきます。普通に夏祭りを満喫しないでよね。緊張感ないな。いや、緊張感を持てっていう方が無理がないかな。だってまだ別に何も起きてないし、平和そのものだし。そうだけどさ、どうしたの、パールデューちゃん。いや、私まだ酔いが残ってるのかな。人混みの中に何か見覚えのある人がいたような。